はい、全世界装備怪獣ファンの皆様、お待たせしました。装備怪獣惑星第29回だったと思います。イエーイ。さあ、元気出していこう、元気出していこう。はい、というわけで、29回です。前回ね、お話したように、今回の登場怪獣は、はい、カネゴンです。このカネゴンね、大人気というか、もう多分ウルトラマン知らない人でも知ってる怪獣の中の人じゃないですかね。バルタン星人とか、まあバルタン星人とともに2大有名怪獣と言ってもいいんじゃないでしょうかね。カネゴン多分ね、誰でも知ってるんじゃないかな。すごいよね、カネゴン。これはね、ウルトラマンの怪獣じゃなくてね、ウルトラ Q っていうね、ウルトラマンの前身のね、作品の、怪獣になります。何からいくかな。じゃあ、このお話からいくか。これはね、カネゴンの眉っていうんだったよね。っていう話の、出てくる怪獣です。で、金田。すごい。Google がすごい反応した。びっくりした。すいません、よくわかりませんでしたって言われました。まあいいや。これカネゴンはね、カネタカネオっていうね、まあ泥棒だ泥棒みたいなさ、ギャグみたいな、そのまあ少年がね、まあこれコメディタッチなのよ。コメディタッチでありながら風刺なんだけど、カネタカネオくん、でもすごい金、お金が大好きで、すごい、もう拾ったお金をもうポッケに入れては、もうなんかもうヒヒヒみたいなこと言ってるね。もうすごい、お金大好き少年がまあいて、でお父さんとお母さんにね、あんたそんなこと言ってなしたらカネゴンみたいになっちゃうわよみたいな、カネゴンになるわよみたいなね、多分そんな話だったと思うんだけど、である時そのお金の音にこう引かれて、その眉に近づくと、こう眉にね取り込まれて起きると、このカネゴンになっていたと。金尾くんはね。で、これね、主食はお金なのよ、彼は。だから、お金食べなきゃいけないから、お友達がね、一生懸命ね、お金をね、食べさせてくれるんだよね。ここにメーターがついてるね。で、これ、いくらだよ、カシャン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 みたいなね。で、これがね、どうも金子はね、1日ね、3500いくら必要なんて、生きるのに。で、現在の価格で、その当時ね、1965年だから、現在の価格で約1万5000円分、1日で、消費すると。で、子供たちの中では無理だと。いうことで、まあね、お払いする人にこう、相談しに行くわけ。そしたら、この、すごいね、怖い現場のね、工事現場の監督を逆立ちさせると、彼の呪いが取れるということで、まあそれを実行すると、カネゴンがね、ボーンってロケットみたいに飛んで、最後金田くんが人間体になって、こうパラシュートで降りてくるっていう話ですね。まあさっき言ったように風刺だから、まあ経済発展をしている日本の中で、その成金主義というか、もうお金が一番最強なんだ、お金を稼ぐことが最強なんだみたいな、その主義をこう、まあ風刺した、お金ばっかりこう固着していると、こうね、そういうお金のモンスターになってしまうよみたいなね、話だったと思います。はい、このソフビの情報は1983年2年3年ぐらいの造形で、これはもうこれだけの造形ですね。その後に新造形にはなってないと思います。造形は変わってないと思います。バンダイのソフビでになってですね、すごい、そのくらい、その当時の出来がね、めちゃくちゃいいですね、このソフビは。このソフビのリカラー自体、多分2000年ぐらいのリカラーだと思います。見たり寄ったりなんで、ほぼ分かんないです。ちょっと成形色が一回変わったかなっていうぐらいで、ほぼ変わりません。うん、まあそのくらい本当出来がいいね、ソフビですね、カネゴン。うん、皆さんね、おなじみなんで、ぜひね、いかがでしょうか。玄関先に飾っていくといいことがあるかもしれないとか、ないとか。はい、はい、次回のね、怪獣ですね。もうさっさと行きましょう。はい、さよなら。あ、ごめんなさい。はい、クレイジーゴンドエース。クレイジーゴン。クレイジーゴンです。名前ね。今はまずいような名前が。クレイジーゴン。まあ、すごいでしょ。なんか、塩招きみたいなね。はい、というわけでね、次回クレイジーゴンでお会いしましょう。さよなら。
バイバイ、よいしょ。